まあ基本的にゲームコントロールしてるのはあいつなんで、で戦術のこととかもあのまあ監督とずっと話したりしてるし、何か決めるときはこう試合中もそうやけど3バックにしたりとか、そういうのを後ろと前とちゃんとつないで話してくれるのがあいつなんで、まあそこをやってくれてるのはすごい助かりますけどね。あのタイプで、うまいタイプでめちゃくちゃ走れるんですごいなって思いますね。あんだけ走れるんやっていう。足ちょっと遅いけどね、あれ出して速かったら完璧なんですけどね。でも本当めちゃくちゃ走れるからね、すごいなと思いますね。比較下をしっかり背中から見るってなるといけなくて、結局サイドハーフとかカルトがめっちゃ低い。本当だったらもうちょい出せるよ。シラはまあオンとオフはっきりしてるかなって、まあ俺も結構そうだから結構似てるかなと思うんだけど、オフの時は本当こうなんだろう、和やかにっていうかみんなとこう戯れていろいろ喋ったりふざけたりしてるけど、まあサッカー、まあ、ピッチ入ったらまあ集中してっていうかこうスイッチ一気にこう切り替えてこう、まあ、怖いじゃないけどその笑顔っていうところも一切なくす感じの、なんか自分動向よりかはこう周りがうまくいくようにとか、まあ、チームがよりいい方向に向くようにすごい喋ってくれるし、一人一人にも喋るし監督にも喋るし、で俺とか上だ、俺の方が上だけどもうそんなん関係なしにこうね、チームが勝つために俺にも檄を飛ばすし、だからそういった部分ではなんかもう僕らベテランというよりかはがどうこうというよりかはもうシラとかそこら辺の中堅の選手があれだけねこう引っ張っていってくれてるから、こう頼りがいがあるというか頭いいと思いますよ。まあもちろんサッカーもよく見るだろうし、いろんな経験もしてきてるからいろんな引き出しも持ってるし、それが、自分だったり自分の引き出しだったり仲間の引き出しだったり、相手の、がこういったっていうこうしてきたからとかいろんなこうプランというか自分のものが、ね、経験もビッグクラブでもやってただろうし、やっぱそういった経験もあるから、IQ というかはすごい高いなと思います。本当に今日サポーターすごい入ってくれてるし、本当自分たちの力を全て出してピッチで俺たちの強さを示そう。いくぞ。でもプレーについてはよくアドバイスよくくれます。今日も一緒にボランチやったんですけど、まあ僕もあんま慣れないポジションなのでよく声かけ、試合中もさっきの終わった後も声かけてくれていろいろ教えてくれます。もうもちろんずっと試合に出続けてるので中心選手なのは間違いないですし、まあ、ただ単にこうプレーするだけじゃなくてもいろんな、まあ、僕だけじゃなくて若い選手にも、まあ、上の選手にもちゃんとコミュニケーション取れる選手なので、あいつも結構凝り性でこうハマったものに対して結構やり込むタイプだから、サッカーじゃないところでも例えば、まあ、何かゲームでもやってる選手の中でよりやり込んでこうみんなをこうねうまく巻き込んで輪をどんどん広げてるのはよく見ますね。人となんか何かをしたい、ああ多分好きだと思うんですよ、やっぱり一緒に、まあやっぱりずっと J1 でやってたのもあるから技術的に今もう間違いなく、まあ、今のチームでは突出してる技術を持ってますし、そ
それにやっぱ彼のなかなか目立たないんですけど、やっぱすごい運動量もあるから、まあやっぱこうチャンスの時に顔出すシーンとかも多いですし、出てこなくてもやっぱそこにスプリントかけて走っていける能力の高さだったり、まあ、気を使って、ね、自分がこう足が筋肉になるシーンもやっぱりあるし、そこが彼の良さかなとは思いますよね。シラ君ってものすごく自分を持ってる選手ではあるので、間違ってたら間違ってるって言ってくれるし、間違ってるっていうか違うと思ったら志らくんの意見で通してくれるところもあるし、うん、寄り添うというか噛み砕いて答えてくれる時とかも全然あると思う。自分としてはやっぱり、うん、コミュニケーションが取れる取れないでだいぶ変わってくると思うので、そういった面で気を使わずにそういったコミュニケーションというかチームがどういうふうにいくべきかっていうところは話せているかなとは試合中で思いますね。けど、まあ、よく試合の映像は見てるなっていう、自分のチームもそうですし、次の対戦相手のチームもそうですし、それがサッカーがとして見てるのかチームを持って見てるのか正直分かんないですけど、そういうところもやっぱ僕の勝手なイメージですけど、あんま見てないとか、見てないっていうかあんま見ないタイプかなとは思ってたんですけど、割とかなり映像は見てる人だなっていうのはすごく感じたので、やっぱそういったところで次の対戦相手のイメージだったりチームの、うん、良かったところ悪かったところの、まあ、ところをしっかり見てるのかなとは思うので、そこはちょっと意外だったなとは思いました。はい、非常にリーダーシップを持ってやってくれてるなっていうのは感じるので、まあ、ただそれについていくだけじゃなくて、やっぱり自分も、うん、本部に抱っこじゃないですけど、やっぱどんどんもっと下の年の選手だったり若い選手たちがもっと負けじとやっていかないといけないのかなと思いますね。若い時から今一緒にやってますけど、ずっと自分のレベルアップもそうですけど、試合に出てる時、まあ、出てない時どっちも一緒にいましたけど、結局チームのこと考えてるし、あのチームのこと考えてる時チームがこうやっぱ勝ちたいから、勝つためにどうしたらいいかっていうか、それは自分の意見も知らん自信を持ってるし、あのコーチと選手同士で話してより勝ちに近づきたいっていうのが、よりやっぱ鹿島とか行ってやっぱより強くなって、その思いもそうだし、なんていう方法とかも身につけて、こうよりそれを出そうとしてるで、まあ自然にそうなってると思いますね。まあでもいろいろ話しますよ、やっぱそのチームとしてもそうだし、まあ自分たちがやんなきゃいけないこともそうだし、その個人個人がもっとこういうことを言った方がとか、こういうふうにしてった方がみんなやりやすいんじゃないかとかは話しますね、かなり。竹内選手に対しては息をこうぶつけてくるからですか。まあそうですね、それが結構あるですね。俺はこう思ってるんですけど、竹ちゃんどうみたいな、そんな感じは、はい、多いですね。とりあえず俺で自分はそれを一回聞いて、で自分の思ってることを話す感じです。
こうなんていうんですかね、若い時に比べたらこう真ん中っていうか、そのポジションじゃなくて役割も含めて、まあ年齢もそうですけど、真ん中っていう感じはするし、まあ逆に言ったらこう次第でっていう部分もあると思いますね。中を見た、クロスボール、足元、白崎決まりました。先制ゴール、清水の白崎。浮かせて収めた、右足、うわ、ミドルシュート、しっかりと決めていきました。白崎選手、ね、白崎のゴールです。北川使います、オフサイドありません、逆サイド、イヌイ、いやー、さらに追加点。まあ試合にもずっとこう使ってもらってて、まあ清水っていうチームにへの思いとか、まあ多分実際竹内くんの次ぐらいに多分長いと思うんで、まあいろいろこう清水で見てきたこととか、そういったものをこう、まあ今までいろんな先輩たちの背中を見て育ってきたというか、いろんな先輩たちがいて、まあ、自分もそういう年齢になってきてっていうところの、まあ、気持ちっていうのは、まあ、あると思うし、まあ、もっとやらないといけないなっていうところは思います。まあ、本当にこれだけのサポーターの方が応援してくれてて、まあ、自分たち伝説、まあ、ああいう敗戦の後も自分たちを鼓舞するような声援は聞こえてたし、まあ、本当に、うん、たくさんの人たちの思い背負って結果を残せるのは自分たちだけだし、そこの覚悟を背負って、まあ、本当に自分たち次第で目標は達成できるし、まあもう本当にそれを自分たちの手で勝ち取る、まあ、それが自分たちにできることだと思うし、まあ、自分たちが去年こう降格っていう結果をして、まあ、たくさんの人を悲しませたし、まあ、それをしっかり1年で戻って、そしてまた自分たちが活躍、上のカテゴリーでも活躍する、そのために残り2試合一つ一つ自分たちの手で乗り越えていくしかないし、もう本当に勝つしかないっていう。